はい、ってことで伝え方が9割っていう本があってね、まあなんか最近いきなりアマゾンのね上位に入ってきて、まあ伝え方が9割の2が出たからか、なんか漫画版が出たからか、なんかちょっとよくわからないんですけど、まあいきなり上位に滑り込んできて、びっくりしたんで、ちょっと今日はね、その伝え方が9割佐々木圭一著についてですね、私が思うところを話していきたいと思います。で、まあ完全にね売名行為なわけなんですけど、そう、伝え方が9割っていうタイトルでブログを書いたり、こういう風にね動画を作ったりするとですね、その方に興味がある人が来るですよね。だから、まあ伝え方を知りたい人っていうのがまあ来るっていうことで、そういう風なキーワード戦略ですよね。まあよくねトレンドとか言って、こうなんかその時にすごく関係がある芸能人さんの名前を使うとかっていう一つのテクニックなんですけども、まあこれの変形系がいわゆる叩きブログってやつですね。まあ、〇〇塾詐欺とか、なんかそういう風なのをこうキーワードに入れることによって、そのね、その塾買おうかなって思ってる人をこう引き寄せていって、で自分がね勧めたい商品を売るっていう手法なんですけども、まあ詐欺手法ですよね。詐欺手法かどうかちょっと分かんないですけども、そういう風にねこのキーワードをうまく、使うっていうのはすごい大事なことです。でね、まあそんな感じでこうインターネットマーケティングのすごく基本的なところなんですけど、余談なんですけど、まあ伝え方が9割っていうことですね。この本当に〇〇が〇割っていうねタイトルテンプレートが本当に鉄板だなと思ってて、なんか休み方が9割とかね、人は見た目が8割とか、モデリングが9割とか、なんか仕事は〇〇が何割みたいな感じでね、もう全部ねその何割かを足し上げていくとね、すごい感じになるんじゃないかなってね、なんかそんな記事も前あったんですけどね、本当に面白いなって思ってるんですけども、まあ書籍っていうのはね単なるストーリーであり、まあ今回のこの見た目が伝え方が9割っていう話で言うと、佐々木圭一さんが感じてることですよね。そういうストーリーなんで、人その人の信念体系なんで、まあこういうふうな大げさな言い方になるし、まあこのねこういうふうなタイトルテンプレートを使ったらやっぱ売れるんですね。そうで、僕自身もねこうやって卑怯な売名行為を使ってですね、アクセスを集めたりっていうのをやるわけなんですけども、やっぱりねマーケターとしてそういうところはもう恥も外聞もなくやる、まあねって感じです。かっこ悪いねすいません、小細工です。はい、ってことで、まあ伝え方が9割ってことで、まあ本の内容は読んでないんですけど、本当に大事なことだと思います。同じ商品とかその同じ何かを誘うにしても、本当にこう伝え方とか言い方とかでこう随分印象って変わるんですよね。なんで、まあ、今日はね僕がコピーライターとして思うですね、その伝える時のポイントとか結構重要なポイントになるんですけど、それについて、まあ、シェアをねしていきたいと思います。まあね、この話を聞いたらあなたがこう何か伝えたいとか、まあ、うまくね人に伝わらないっていう問題がね本当になくなっていくと思いますし、まあ分かりやすく伝えることができるので、魅力的に感じてもらって人気者になれたりね、こう女性にモテたりだとか、デートに誘うのもね上手になることもね可能だと思います。その結果ね、いろんな女性と、お付き合いをすることもできるでしょうし、まあ、いろんなねいいことがあるってことですよね。でもちろんセールスとかにも使えるので、お金っていうものもね手に入るようになると思います。結局そのインターネットビジネスにしろ普通のビジネスにしろ、大事なのはセールスとか交渉ごとっていうことなので、でその交渉ごとで大事なのが本当にこの伝え方っていう話になりますので、まあ僕がねコピーライターとしてこういうふうに動画とかブログとかを書くときにどういう伝え方をすごく意識してるのかっていうことを今日はお伝えするので、まあ、このねプロのライターさんが意識してる伝え方のポイントっていうのが分かったらですね、まあ、あなたの役に立つんじゃないかなって、そんな風に思っていますので、最後まで必ず飛ばさずにですね見てほしいと思います。ということで、伝え方のポイントその1なんですけども、まずはじめにですね、これがすごい大前提で大事なことです。これ何かっていうと、相手の興味を調べる、相手の興味を調べる、まあ、これ考えてもらったら分かると思うんですけど、あなたが全然興味ないことをなんかグダ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 ね話されたりしたら、まあ相当嫌だと思うんですよね。まあ、これ誰しも一緒で、自分が興味ないことっていうのはもう聞きたくない、本当1ミリたりとも聞きたくないですよね。でそんなことを聞いている時間がないんです。そう、多くの人は忙しいんですね。でもう何たくさんの記事とか広告とか情報っていうのにさらされてるので、まあ、よっぽど興味あることじゃないともう読む気にならない。なので、そのもしあなたが1対1で何かを伝える場合は、その人が一番興味があるものは何かで、それに絡めて話をしていくっていうことはこれかなり重要です。でね、もちろんその興味を引くためのいろんなテクニックがあるわけですよね。具体性とかトリガー単語を使うとか、まあ
あなたっていう言葉を使うとかいろんなポイントはあるわけなんですけども、とにかくまずは相手の興味ポイントっていうのをね、調べておく必要があるっていうことですね。で、多くの人が興味があることで、もう本当にね、みんなが絶対に興味があることって何かっていうと、自分の幸せなんですね。自分の幸せ。あなたも自分自身が幸せになることに興味ありませんか？これないって言ったら、まあ、相当排他的というか、まあ、すごく、暗いんだなって思うんですけど、自分自身が幸せになったり楽しむことっていうのは人は基本的に興味があるので、だからこの話聞いたらあなたはね、役に立つんだよとか、あなたの人生が良くなるんだよっていうことを言ってあげればいいわけですよね。で、相手の本当に成功に心から興味を持ってあげる。そうすることによってすごくこの相手の興味ポイントっていうのを的確に捉えることができますね。もちろん他にもこう、なんて言うんだろう、人類が共通で興味があるポイントっていうのはいくつかあるわけですよね。で、そのポイントをやっぱり僕たちコピーライターっていう仕事はですね、抑えながらですね、考えながらその要素を詰め込んで言葉を紡いでいくっていう感じなんですけども、その辺のね、共通ポイントについてはまたね、興味がある人が多ければ話したいと思うんで、興味ある人はね、ぜひ下の欄に、ね、興味ポイント、興味ありますとかね、興味ポイント興味ありますってダジャレみたいなんですけど、そんな感じで入力しておいてくれたら嬉しいなって思います。で、次に相手の現実で話す。相手の現実で話す、どういうことですかっていうと、こう人ってその人の持ってるフレームワークというか、その人の普段見てる現実っていうのがあるんですね。例えばサラリーマンだったら1日8時間働くのは当たり前だろうし、出社時間にですね、間に合わせて仕事に行くっていうのは当たり前だと思うんです。でも僕とかフリーランスじゃないですか。だからその出社時間とか別にないですし、仕事はどんなに時間を使っても成果が出なかったら0円なわけです。そんな感じですよね。だから人によってそういうふうに違う現実を生きてるってことをまず認識してほしいんですよ。で、その上で相手の現実に沿った話をする。相手が共感できる話をしないと相手が認識できないんですね。僕たちの脳っていうのは毛様体不活系っていうのがありまして、これ何ですかっていうと、自分が興味あるものとか自分が認識できるものしか見えないっていう特徴があるんですよね。これトマベチヒデトさんかなの本で書いてあったことなんですけども、フランス人の友人に風鈴を紹介した時に、初めは風鈴っていうものが見えなかったそうなんですね。でもこれはジャパニーズクーラーなんだよみたいな話をしたら、認識できるようになって見えるようになったっていうことなんですけども、そんな感じで人は自分の現実にないことは認識できない。だから相手の現実で話す必要があるってことなんですよね。例えば僕がですね、なんかもう5日で6000万円の売上が上がって、売上しか上がらなくてもう本当にちょっと困ってますみたいな話をすると、は？何言ってんの？いや、そんなのありえるわけないでしょっていう人もいれば、いや、そんだけ売り上がってるんだったら全然いいじゃんっていう人もいれば、なんかもう言葉を失って点みたいな人もね、いますよね。プロモーターとかインターネットマーケティングやってる人とかだったら、ああはいはいみたいな感じで、そっかみたいな感じなんだけど、広告費はとかって話になると思うんですけども、そうじゃない人っていうのはそういうふうな反応が多いわけです。そうで、なんで大事なのは、共感できないことは言わない、これが基本になるわけなんですね。逆にね、プロモーターの人に今みたいな話をすると、さっき言ったように広告費はとか、一応黒字だったらいいんじゃないとか、それはきついねとかね、いろんな話が出てくると思うんですよね。もちろんね、いいですけど、で、これは本当にどのラインがいいか、どれぐらいの、話が一番共感されるかっていうのはもうターゲットによりますね。だからもう6000万って言ったら少ないっていう人もいれば、もうその100億稼ぐのが当たり前みたいな人もやっぱりいるわけですよね。なんかもう毎日800万ぐらい稼ぐのが当たり前というか、もう年商で言ったら何十億っていうのが当たり前ですよっていう人にからしたらすごい小さな話だし、本当にターゲットによるってことなんですよね。だからこの間ココイチでカレー食べててちょっと話聞いたんだけどみたいなぐらいの話をした方が、多くの人は共感できるわけです。だから多くの人が絶対に持っている現実、例えば学生時代の話とか、そういうふうな話っていうのは大体の人が経験ありますよね。そういうふうな多くの人が経験している話とかっていう共通項をね、知っておくとうまく話すことができます。これはコピーライターとしてですよね。1対1の場合は本当に相手がどんな現実を持ってるかっていうのを話をいっぱい聞いて分かっておくといいって感じですね。で、もしどうしても相手の現実と違うこと、例えばさっき言った6000万円売り上げたけど大変ですみたいな話をする場合は、信じられないでしょうがとか、嘘と思われると嫌なんですけどっていう感じで、あらかじめ信じなくてもいいんだよっていうことを相手に伝えておいてあげる。そうすることによって相手も、安心して、ああそうなんだってこう素直に受け取ることができます。そう
で何度も言うんですけども、本当にね、人は自分が知らないことっていうのは認識できないので、知ってる世界の話をしないと相手はうまく対応できないし、わけが分かんないって感じてしまってフリーズしてしまうっていうのを注意してください。で、次に興味づけをしっかり行う。興味づけをしっかり行うといきたいところなんですけど、まあ、この続きはですね、この下のリンクからねブログに飛べるので、そのブログの中に文章で書いてます。もう最近ね、なんか毎回こういう風にちょっと時間が足りなくてうまくできなくて本当に申し訳ないと思ってるんですけども、まあこのブログの中にね、この興味付けをしっかり行うことがなぜ大事なのか、そして興味付けをしっかり行うことによってあなたにどんな未来が待ってるのか、それの何がいいのか、それが全部わかります。もうね、これができてないから多くの人は相手のね興味を引けなくて話を聞いてもらえない、で誘っても相手に乗り気になってもらえない、自分の承諾を受け入れてもらえない、理解されないっていうことになってしまうんですね。本当にこの興味づけっていう一つのポイントだけマスターするだけで相当ね話はうまく感じてもらうことが可能になりますので、まあぜひね下のブログから飛んでチェックしてみてください。で、今日の話役に立ったなって思う人はぜひともですね、チャンネル登録をねしといてください。で、チャンネル登録しといてくれたら、まあ私がね動画を上げた場合にあなたのところにすぐお知らせが行ったりだとか、まあなんかYouTube の一番頭のところにね私の動画が出たりだとかして、まあ見逃すことがなくなります。まあ今日の話面白いなと思ったらぜひチャンネル登録しておいてください。それではね、また次回もこういうふうな、まあ、コピーライターとしての深層心理の話、説得の技術だったりですね、まあ、他にも最近すごくスピリチュアルとか霊的な部分に僕傾倒してますので、そちらの話をしたりだとか、あとはそうですね、潜在意識の活用法、引き寄せとかね、いろんなことについて僕がね知ってることについてシェアしていきたいと思います。僕はね、もう本当に常なる学習者としてですね、ずっと勉強してますので、その勉強してる内容をこうやってシェアしていきたいと思うので、ぜひ次回も楽しみにしておいてください。それじゃあまた会いましょう。バイチャー。